進藤辰巳のゴミラジオ。始まりました、進藤辰巳のゴミラジオでございます。いやちょっと M1 ニュース M1 ニュースやっぱ日々更新されていきますから、今年はなんかでもいろいろあったんじゃないですか。いろいろありましたね、まあ皆さんも知ってるのか知らないのかなんですね。知ってるでしょ。まあみんな知ってると思うけど、まず分かりやすいところから言うと、最強漫才師、もう2回戦入って最強なのに2回戦もう知らんかった。M1 ニュース聞いてよかったでしょ。去年最強漫才師って3回戦敗退して、ちょっとテレビ出て着実に下回って、もうさ落ちたの。落ちましたね。面白いのにね。でもね、やっぱテレビが引っかかりますよ、やっぱギャロップとか。そっか、2回戦敗退してカルチャーショックだな。で、あとまあこれも割とホットなイージーズダンサーズを M1 に好かれてるか嫌われてるかよくわからない問題ですね。そういうこと、まず M1 グランプリ1回戦8月28日だったんですけど、大トリで出演されまして、で勝ち上がり、10月2日 A ブロックのトリですよ。だから結構なんかちょっといいとこでちゃんとやられてて、トリとかならある程度注目されてる。だから去年でやっぱ結構なんか印象に残った、去年は初登場だった。だけど2回戦で敗退。だけど追加広告でまだ開ける。だけど去年が3で落ちてるから、多分3を超えることはないだろうとされるわけ。まあ決勝とか3かな。また3のためにややこしいよね。ギャオで見れるのが嬉しいですね。イージーズダンサーズ、イージーズダンサーズ、イージーズダンサーズばっか見てました。ザ・健康ボーイズ見なくていいですか。健康ボーイズも見たかった。2回戦落ちた。見たかったな、健康ボーイズ。だからそこら辺もすごい受けてたんだけど、そこら辺は分からなかったね。そこら辺を、そのネタ自体が結構昔やって準決に上がった時のネタを割と似てるからっていう説もありますけど。イージーズダンサーズって知ってます？イージーズダンサーズって知ってるんだ。TRF なんですね。モノマネ芸人みたいなね、ユニットで組んで。あとこれ知ってます？漫画家というコンビ。知ってるよ。森田正則さん。六年生ブルースとかが。もう一人の漫画家2人で組んでるんですけど、なんと。3回戦進出しまして、調整で中野芸能小劇場のフリーライブに出演するもの、集客が通常回少なかったです。注目されてるか俺すぐ近くで44まで超トークライブやってて、その流れでゲストが来てくれて、今日漫画家さん出てましたよ。そうなの。いや、漫画家さんの調整ってすごいね。お客さん多かったんで、いや、普段にしなかった。ユースクリーンかい。そうか、別に見たいと思わん、見たいけどね。見たいよね。でも、ギャオの視聴者回数すごい。いや、すごい。で、俺は思って、だから、順々に生で上がったら、もう準決まで上がっちゃうのか、そのワイルドカードとかね。なんか、でも、そういう色もんみたいな人のために出るじゃないですか。3まではいかないじゃないですか、さすがに。そうなんだよ。これがすごいよね。本当にそうですよね。だってライブ出てちゃんと調整してやってますもんね、あの人がね。そうすごいよね、あれね。つかみとか知ってます？って言って「どうも小田栄一郎です」って「ワンピースの作者の名前言って「誰もわかんねえ嘘つくなよ」みたいなつかみからあって、なんか途中のボケとかも「あの富樫みてえに休みてえわ」とかバーンって受けるんですよ。ハンターハンターね、よく休んでるとね。ちゃんと漫画家のキャラを生かしてちゃんと分かりやすいじゃないですか。分かりやすいし、受ける意味も全然分かる。それすごいね。もうテレビでだから最強漫画アモンドイチだよね。すごいね。でも俺好きだね、そういう漫画とかも書いてましたから。あとM1ニュースあります。ハライチ不参加ですね、今年。そうですか。出てないわ、そういえば。でも毎年結構 M1 の申し子みたいな、M1 が好きで M1 をきっかけに始めたんですよ、ハライチっていうのは。だけど今年はいいネタができなかったのか、それか忙しくなったのかで不参加。それは意外とね言われてなかったですね。割と雷が出ないっていうのがちょっと有名だったんです。雷出ない、さりげなく南海キャンディーさんの名前ですね。南海さんも出てないですね。でこれに隠れて何気にナイチンゲールダンスね、クッションですね。あれなんでだろう、ナイチンゲールダンスってあれでしょ、NSC を首席で卒業して期待にされてる、まだ1年目とか2年目ですよ。でなんか物販とかでもその話してたぐらい、そう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 してた漫才の若いコンビ、破天荒すぎて今出なくなっちゃう。どういう仕事なのわかんない。だから俺のだからもう 2回戦でこの読めたこの M1 の今のなんか期待値の低さに気づいた。そういうことなのかな。それだとすごいね。それをもう俺の20年を片や 1,2 ヶ月気づいてしまう。コントやってますよね、この間の流れ。キングオブコント出てたの？いや、わかんない。キングオブコント出てないんだ。コントを始めてキングオブコント出なくなって、今の出ない。単純にこのネタじゃ勝てないと思ったんじゃないですか。でもキングオブコント出るけどね。で、勝てないと思ったんじゃないですか。ネタをだけ出てたの。ウケるね。2回戦で落ちて気づかないですけど。なんか不思議だよ、この人でも不思議。出ないんだ。負けをつけたくないよね、多分。あ、そういうことだ。うん。出るなら優勝しか狙ってねえぐらい。だってそのことは去年だって決勝行ってないんだよね。ああ、まあそうだけど、もう本当悔しかったじゃないですか。負けたって事実が。あ、そう。いや、知らないよ、俺。直接聞いたけど。そうなんで、あと。まあ、意外な敗退ってのがすごく多くて、でもそんなにいたかな、2回戦敗退、封筒松村、2回戦敗退ですよ、嘘、そうです、ラストイヤーじゃない、下手したら、そうです、下手したら、ザ・漫才の時の勢い、どうしたんだよって、封筒松村が、だって、認定漫才師、要するに準決に残って、相方が病気で、休んで、辞退して、次の年、また認定漫才師で。決勝上がったんだよ、あの空洞松原、もう M12 回戦、どうしたんだよ、めっちゃ険しい顔するじゃない、本当に、いや、ちょっと受け止めきれないよ、空洞松原、追加報告にもあったでしょ、オキシジェンさんも落ちましたね、それでは、オキシジェン、確かに、重いです、オキシジェン、オキシジェンさんもラストイヤー、でも、まあ、でも割ともう漫才協会入って、お年寄りをメインでやってるから、まあまあ、その、まあまあその主戦場が変わったかもね。かなあ。アクロバティックやってる時代とかちょっと違ったけど、全然前に来たらなんとかね。腰悪くしちゃったね。まあキツネもね、2回戦反対。キツネは何ですかね。あれ多分道具でしょうね。使ったのは。なのか道具を使う割にはその基準を上回る笑いじゃなかったか。受けているけど。その道具使ってんだったら作家的に見たらもうちょっと受けないといけない。多分あると思う基準。こんだけなんだろう、破天荒とかそのタブーをやるのって多分基準が普通の悪いより笑いよりの基準ちょっと高いんだ、そこを超えてすごいって認められるのね、だけどそれが多分普通の人と同じぐらいの受けだったから、普通に受けてると言われて落ちてて、結果的にその機材が問題じゃないかって言って、多分ね笑いの量を基準に達成しなかった。鉄アンドとも達したんだよ、これが。もうすごかったんだよ、M1 の時の。よくまあ M1 を最近しか知らない人で M1 グランプリ昔鉄アンドトモが決勝行ったのなんて言ってる人で疑問に思う人いるけど、もう有無を言わさないぐらい受けたのよ。準決見に行ったの。準決見に行った。俺スタッフやってた。スタッフやってた。スタッフやってた。入り口にいたよ。もうすげえ受け方やばい。やばかった。1受けぐらい。もういやもう本当にそのぐらい。1受けぐらいかもしれない。もうだから生かさなきゃしょうがなかったんだ。いやもうしょうがない。もうそういうのあるかもね。ギターで歌って女センターマイクの前に立ってるし、すごかったんです。まあでもそうだよね。そうか。ギャルズとかも物とかいっぱい使う。ギャルズいたね。M11回戦で1回落ちて、1回落ちてもう1回参加して受かったんですよ。1回で2回戦でダメだったね。っていうサンシャインも落ちましたね。サンシャインもNSC 卒業ちょっとの時は超勢いがあって、まあ決勝行きそうな匂いプンプンしてたよ。劇場でもすげえウケたりとかするけど、コントのイメージしかない。コントのイメージなんだけど、もう最近コントのイメージもないわ。サンシャインっていう文字でしかない。存在してないわサンシャイン。イメージしてやれよ、6文字の存在。6文字の存在。前田もすごくちょっと怖かった。怯えた。うわすげえ、やっぱすげえな、やっぱ吉本、結構まだこれも首席っぽい感じ、トップの方。そうなんだ。やっぱ器用だし演技力もあるしで台本もいいし優等生って感じ、ね、優等生で他とちょっと違う感じでも見せられるしちょっと脅威だったけどちょっと落ちてきて、3歳の2回戦落ちはこれ本人が一番ショックだよ。でも毎年3ぐらいはやってるんですかね。うん、3とかぐらいだからね。でもそこの壁も厚いしね。意外とキングオブコント準決勝名前そんなにないし、昔はあったんだよね、うん、最近はなくなってし去年は行って今年は全然ですよね。すごい悔しいがってましたよ。いやすごい悔しい、俺が悔しいよ俺の怯えた時間返してほしい。すごいっすね、感情いいで、意外虹の黄昏上げてほしいよね。また行かなかった、うん、行かないね。すげえウケるらしい。うん、いやもうそれはもうドーン3回戦上がったら売れちゃうのかな。ダメ売れさせたくないって組合があるのかね売れさせない同好会ってあるもうあるかもしれないね。キングオブコントも毎年受けるよね。毎年受けるですげえ受けたって聞くよね、誰かな。今年はだってすごい気合入ってますよ。衣装まで変えて衣装変えて俺タキシード着て出たね。タキシードって何なの。いやもうわざわざ漫才のために衣装をこしらえたんですよ。タキシード着て漫才、タキシード見て、すげえ、すごい、そこまでしても落とされるの、うん、ちゃんと漫才ネタ入ったのかな。よいしょって言うからダメなのかな。これ難しい問題やねじゃあよいしょ抜きゃ OK いや他の要素いっぱいまだ秒数測ってないので笑いがそこで受けたとしてこれ満足なんじゃないかみたいなそんなことはないとは思うけど、よいしょに通ずる演出は軒並み省けば OK ならまた悪いですね。よいしょ抜けたら OK ってことない。そんなアホ、あよいしょないから抜けちゃおうってそんなアホはないけどね。そんなもんで意外な合格っていうのもあります。意外な合格クマムシジョイマンね。クマムシとジョイマンがありますよ。意外って言ってあげるのやめてください。意外世間的な面で僕は嬉しいですけど、頑張ったんだなって嬉しいけど、まあでも一回日の目見てね、一回だからエル歌舞伎とか、まあ、A マストとかも追加で受かりましたけど落ちて、うん、そこでクマムシとジョイマン受かるんかいって思ったよね。思った人も多いと思う、うん、そっち受かるんかいっていう、うん、だからそのぐらいもうお笑いっていうのはもう分かりやすい、もうちょっとお子さん向けな、家族に向けて発信するものじゃないといけないのではないのでしょうか。なんでしょうかね、ひょっとしたら、うん、そのぐらいなんか、あ、今のお笑いの評価とかお笑いの見え方自体もひょっとしたらそのお笑いが衰退してと同時にまたその立ち直すためにもなんかいろいろやっていかないといけないじゃないですか、うん、そういう意味でもっとなんかその、ま、見せ方変えていかないといけないかもね、ひょっとしたらね。今までのようにこうテンポのいい漫才とかじゃないのかもしれない。ハイセンスなネタとかそういうことじゃなくも、でもかと思いきやその歌ネタ王がヒットしないよね、うん、歌ネタ王が今一番視聴率高いのならばいいよ、熊虫とジョイマンって、うん、でもそこはそこでまだ関西ローカルで関東にも進出してない、うん、でもメンツは結構豪華で面白いんだけど、まあそこまで生ききれないっていう不思議なところじゃないですか、うん、そこがね、まあ難しい。ジョイマンさんがあのラップをやったかわかんないですけどね。ああすごい正統派までやった。いや違う、多分なんかあの昔売れてたみたいですか。ああ、昔からでもそれ結構やってるからな。結構結構前からじゃあ見てるの。じゃあそのザ・健康ボーイズは前から見てたやつをちゃんと受けて何度落とされたのかってここは謎だよね。だからそこの価値観の作家の違いなのね。結局ね、人間が決めてますからね。どう取るかの問題ですよね。ジョイマン久しぶりに見たなとこみたいなところから入ってますからね。審査員的に健康ボーイズはテレビに使われてるんで、ああ人気だとか、まあ様々売れたりするから昔からやってんだけどみたいな。え、そういうことで受かんの。いやわかんないけどどうなんだろう。で人によって基準ダメってどういう基準とか。そんなことだったらちょっと前ハンニャさんがキングオブコント予選参加して1回戦としたらどうしてくれるんですか。久しぶりにさ鮮度めっちゃあったと思うそんなことあったっけ。桜もぐみさんとか珍しく復活再結成して1回戦としてそれでいったら浜口浜村だとどうでもいいって言うんだよ。浜口なんで名古屋に受けてる途中で渡ったんでしょ。なんか客が台風お客さんが1人だったんです。台風の日で1人しかいなくて浜口浜村は別に知らない人で笑われてすごいね。 M1 グランプリの予選1人ってすごいね。で2回戦やってる時に名古屋の1回戦やってたんだからね、もう後で後日になった。わけわからないね。じゃあもうそのまま受かった人はそのままいけるの、その日2回戦で。いや、そのまま、いや、まあまあ後日の2回戦の日でやったんでしょうけど。ああ、そうですけど、そのままいける。その日1回戦、それは無理ですよ。だからやばいけど、これ出したらこれ優勝してもちょっと微妙とかなるかも。最初の3ヶ月で多分劇場の動員人数あ、さあ、ドロサーモンさん。ドロサーモン。M1 の優勝者は言っても、日の目は見てますね。まあ、テレビ出てるから。キングオブコントとは違って。前、韓国やられたら、上がるかもしれないけどな。いや、大変だよ、これ。準決勝とか喜んでる場合じゃないか。それ、相当影響が。あ、やべえ、やべえ。いや、じゃあ、ちょっと一回。あ、これも終わった。あ、いや。とりあえず、まあ、一部。はいはい、まあ一旦この辺でお別れしたいと思います。以上、新卒のゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。